からね、沈下橋行くんで、ここで合ってるかな。お、あったあった。バイク、ああ、ダメなのか。ダメっすか。ああ、めっちゃ混雑してるわ。あかんわ、あれは。なるほどね。あれはいけませんね。はい。あそこでキャンプできるなんて、あそこでキャンプしようかな。本当にね。それはでかいもんね。詰まるよね。本当。おお。くそ。無理やって。よいしょ。まだ進んでねえぞ、おい。またバックっすか。これから行く温泉の方が見えてきましたね。ここでいいのかな。駐輪場はね、いいのかな。ここでいいや。さあ温泉もね入ってきたんですけど、どうしようかな本当に。まあ、せっかくねこうやって荷物積んできたわけなんですけど、もうね帰ってもいいかなっていうね。おっと、まあ、目的のねキャンプ場のね、四国カルスト泊まれませんでしたから、それにまあ一応行きたかった、まあ、四万十川ですね。まあもうボロボロでしたけど、まあ見るだけだったらね、まあなんとかできたんで、やりたいことは一応終わったと。はい。いらなかったな、ほんと、お前。なくてよかったなーって感じなんですけど、まあさすがにね、これせっかく持っときたのに、そのまま帰るのもなんかもったいないかなと思うんで、一応爪城キャンプ場ですね。行こうとは思いますけど、あんまりね、人が多かったらもうキャンプせずに帰ろうかなと思います。はい。こんだけしかなくてね、ケツ痛かったんですけど、まあ、しゃないでしょって感じで。とりあえず、爪城キャンプ場まで行って、もうね、いいやって思ったら、そのまんま帰ります。はい。ということに決めたんで、行きましょうかね。もうガソリンないんでね、そろそろガソリンも入れたいんだけどな。安いとこあるかな。ないかな。さっき見た感じではね、140円ぐらいだったんで、高いかな、やっぱこの辺りは。まあ入れないとね、そろそろガス欠するんで、どっかで入れてからキャンプ場に向かいたいですね。10.6 だよな。で、1500円ちょうど。高くねえかな。まあ、いいんだけど。ガス欠するよりマシなんでいいんだけど。高くねえかなっていう。やっぱね、いつもセルフで入れてるんで、値段変わんなっていう。そんな感じです。まあ、これでガス欠はすることはなくなったんで、やっと安心してね、走れます。ああ、それにしてもよかった。ガソリンスタンドあってよかった、ほんと。しばらくもうないのかなーって思ってたんでね。焦ってたんでよかったです。あ、
これはあかん。あーダメだこれや。え、これ人いるわ。めっちゃいるわ。これはやめとこうかな。バイク止めるんだったらこっちでもまあ行けそうな感じと、あとキャンプやろうと思ったらねやれそうな感じなんですけど、人が多いとねどうも私は好きじゃないんで。さあ帰りましょうかね。家まで300キロですね。マジかよマジかよ、家まで300キロかよ。やべえなお前。300キロですか。6時間7時間ぐらいかな。うん日付変わりそうだなおいって感じですけど、まあぼちぼち帰りましょうかね。しかしね、キャンプツーリングする予定だったんですけど、この荷物は一体何だったんだっていうね。はい、やっぱね、夏休みはキャンプツーリングしない方が良かったですね。まあ私のように人混みが大嫌いっていうね、そういう人はやっぱ避けて泊まりに行った方が良かったかなと思います。はい、もちろん場所は空いてますからね、泊まろうと思ったら余裕で泊まれるんですけど、どうもねああいうの苦手なんで、家に帰って今日はゆっくりしようかな。はい、まあ明日帰るかもしれませんけどね、一応日付が変わってまあこれからはゆっくり帰るんでね、体力を残しながら帰りますから、かなりゆっくり帰るんで日付変わっちゃうな。今がね6時ぐらいかな、今がちょうど6時ぐらいなんで、これからね300キロ帰りますから、まあ日付変わるんじゃないかなっていうような、まあそんな感じですね。本当にやっちまったなっていう。はい、いやせっかくだから足摺岬も行っとこうかな。どうしよっかな、足摺岬行ってから帰ろうかな。お、やっと足摺岬かな。この景色を見るとね、やっぱ足摺岬だなって思うんですよねこの森の中っていう感じがね。駐車場空いてりゃいいんですけどね、どうかな。空いてはないね、これ。空いてないですね、まあ、どっかで展開して隙間に突っ込んでおけばいいかなと思うんで、展開するとこないかな。あら空いてるじゃん、じゃあここ止めよう。いい感じさて足摺岬軽く見に行きましょうか。足摺岬も見終わったんで帰りましょうか。
い分走ってきたんですけどね、とうとうね日付が変わりました。本当ね、何やってんのかなっていうね、やっぱキャンプ場でもう泊まっときゃよかったかなっていう、まあ人が多くて嫌なんですけど、まあ、泊まっときゃよかったかなとかも思うんですが、まあ仮眠取りながら休憩取りながら走ってきたんでね、思ったよりは元気なんでね、まあ、そこは良かったかなといった感じに思います。まあこのね、私の背中にずっと当たり続けているこのバカでかい荷物がね、全く役に立ってないんでね、そういう意味でやっぱキャンプするべきだったかなって思いながら、本当にまあ0泊2日のキャンプツーリングかな、キャンプしてないけど、なんて言えばいいんだろうね、このツーリングは0泊2日のツーリングとでも言えばいいのかな。なんだかんだ2日たちになってますからね、日が変わったんで、まあ家に着く頃には2時ぐらいかな。普段寝てるんですけどね、まあ仮眠のおかげでなんとかなってるだけなんですが、まあ運転にはね気をつけて帰らないとなっていう、そんな感じです。